はい、今週も始まりましたサタデーバンドフィーバー。パーソナリティは各週交代制でして、今週の担当は私ピアノ弾き語りシンガーソングライター柳田健一と竹宮優奈とヒデチェンジザワールドでお届けしてまいります。はい、この番組はですね、ありがとうございます。この番組はですね、気になる情報やゲストさんをお招きし、掘り下げ紹介していこうという番組となっております。はい、本日もいつこめサテライトスタジオより1時間の生放送でお届けしてまいりますよ。またただいま YouTube でもライブ配信中ですので、リスナーの皆さんからのチャット参加もお待ちしています。 FM サルースのホームページよりアクセスしてください。なお、ライブ配信では曲が流れている間は無音になりますので、よろしくお願いします。はい、ここでコマーシャルです。この番組は株式会社リケンジャパンの提供でお送りします。はい、改めまして、こんにちは。こんにちは、お聞きの皆様こんにちは。僕ね、うん、ヒデチェンも月1じゃん。そうですね。で、今日2回目でしょ。はい、僕も月1になってきてる。なんかなんでですか。なってきてるってどういうことですか。あ、なってきてる。そうか、先週、ね、先週じゃなくて、2週間前ですか。そうそうそう、お休みされてましたけど。そう、僕もこう1ヶ月ぶりじゃん。はい、ね、あの、ゆなちゃん、ご迷惑をおかけしました。いえいえいえ。そう、1ヶ月ぶりでね、いろいろとこう勝手をやっぱもう忘れるね。1ヶ月に1回って忘れるね。忘れますね。もうね、あの、ちょっとこう、あの、いつもはこう本番中忍ばせてるドリンク、はい、もちろんお酒じゃないですよ、ドリンクね。分かってます、分かってます。ドリンク普通にやっぱ買いそびれちゃった。なんかバタバタしちゃって。ああ、分かる、この感じ。遅延してましたね、突然ね。そう、遅延してた。うん、なんか今日もう山手線、今日なんかもう決まってるのかな。今日明日ね。今日明日、そう、山手線が、あれ何なんでしたっけ。あの、線路を変えるんでしょ。線路を変える、うん、あ、切り替えみたいなやってましたよ、うん、はい、大変でしょ。はい、大変だ。でもそれの関係じゃないでしょ。そうです、ただの遅刻です。そう、今日ね、そう、今日二人とも遅刻してきて、いや、いいんだ、全然いいんだ、別に責めてるわけじゃないよ。責めてください。全然パワハラじゃないよ、これ。大丈夫だけど、そう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 、なんか今日僕もね、でも結局あの、田園都市線だっけ、はい、で来てるんですけど、はい、もうかなりダイヤ乱れてましたよ。そうなんですよ、おね、はい、でもあれはなんか渋谷三茶館でなんかシステムどのこうの、ね、でね、そうで、あの、僕あの溝の口でこう乗り換えるんですけどね、はい、田園都市線に、はい、でそれでこう電車来ないと、もう時間過ぎてるのにもう全然来なくて、はい、でこうホームにもまあそれなりに人がこうわんさかとこう群がってると、はい、でこうもちろんその放送しますよね、はい、駅員さんがね、はい、何ってさっぱなんですよ、うん、切れるんです。あらら、切れる通信、まあ、それ最後までずっと行くの。いい加減にしろよと思って。誠意、もっと誠意見せてと思って。誠意も何もそれは機械の都合なんじゃない。いやいやいや、最後までそれだよ。誰か途中で気づいてさ、はい、おい、声切れてるよって言ってあげればいいのにさ。まあ、確かにね、こういう、ね、こういうラジオだったら駅員さん一人でやってるわけじゃないでしょ、あれ。何人もいるでしょ。あれ参ったな。まあ、でも結局5分ぐらいに来ましたけどね、電車。多分なんかその説明をしてたなと思うんですよ。はい、電車遅れてるけど、時間になって、まだ来てませんけど、はい、今、何駅先、前の、はい、駅にいますとかね、はい、なんか多分そういう説明をしてたでしょうけど、はい、今まずマスとか何がマスなんだろうみたいな。そう、ちょっとなんかこうちょこっとだけイラッとしてましたけど、よくないね、イラッとなんかよくないですよ、本当、ね、もっと穏やかにいかないと。そうですよ、うん、ね、2人が遅刻したぐらいでそんなイライラしちゃダメですよ。ダメ、うん、それはヒデチェンが言うとかな。それヒデチェンが言うセリフじゃないし。今週もですね、素敵なゲストさん来ていただいております。もう多分女性のファンが多分そうですよね、はい、多分後半、スーパーファンタジーの、はい、皆さん来ていただいておりますからね。もうしばし、もうしばしお待ちください。もうしばし、本当に、はい、もうしばしお待ちください。チャットありがとうございます。しかたろさん、けんちとゆなさん、ひでてんザワールドさん、うん、ひな船越さん、こんにちは、よろしくお願いします、うん、よろしくお願いします。こんにちは、ありがとうございます。はい、こんにちは。ひでてんさん、蝶ネクタイの留め壊れませんように。そんな心配ですか。うん、なんか
密閉率すごそうだもんね。まあ確かにね、密閉率がすごそう。首のお肉とかのことを言ってるのかな、うん、わかんないですけど、うん、まあそうそう、ちょっとここで一曲いきたいんですけどね、お便りなんかも、募集しております。はい、チャットでバンドフィーバーでは皆さんからのお便りを募集しています。番組中にチャットでのコメントもお待ちしております、うん、ぜひチャットで番組に参加してください、はい、メールアドレスは msg@fm-slus.jp までたくさんのお便りをお待ちしております。はい、お待ちしてます。お願いします。あのね、僕またちょっと一曲挟んでちょっと喋ろうかなと思ってるんですけども、うん、あの無事にあの映画担当したし、映画の音楽を担当したんですけど、はい、この夏無事に上映会が終わりまして、お疲れ様でした。ラジオ休んでる間にね、はい、上映会が終わりました、はい、なかなか盛況でして、またちょっとそれは一曲挟んでいますが、そのサントラから一曲ちょっとここでお聞きください、映画帰らざる君への中からオープニング児童のテーマどうぞ。はい、柳田健一で映画帰らざる君への1曲目ジロのテーマをお聞きいただきました、はい、なかなかねあれ感動的だったんですよ、あの上映会でね、はい、最後あの音楽担当柳田健一してるでしょ、最後エンドロールで、あーでそのエンディング曲もあれなんです、僕が作詞作曲 して僕が歌ってる曲なんですよ、はい、泣けてきましたねやっぱ自分でも。いやーなんでもなんかさ憧れるな、なんかそのエンドロールに自分の名前が乗るっていうの、ねね、でしかも僕の声で終わるわけですよ映画が、
すごくないですか。これも自画自賛ですよ。今言おうとしましたけど自画自賛ですよ。自画自賛ですよ、うん、もう僕はちょっともう自分に優しくいこうと思ってるんです。もう自分にもう自分を褒めてあげようと思いましたけど、なかなか感動的でした。前回ね、あの仙台で僕は休みだったんですよ、うん、あ仙台に行った。そう仙台にイベントでね、はい、行ってきて、はい、で、すごいよくしてくれましたね仙台の方も。僕あの初めてだったんです、仙台で演奏したのが、はい、うん、あ仙台演奏したというかも仙台行ったのがそもそも初めてで、うん、でそこであの演奏してまいりましたけども、ね、すごく温かくて、はい、よくしていただきました。なんかすごくこういい思い出になりましたけどもね。そうですね、うん、僕もなんかあの大学の時になんか震災支援みたいな授業を取ってて、それで仙台行かせていただいたんですけども、うん、なんかそのなんかボランティアなんてそのおこがましい言い方でしたけど、うんうん、難しいね、向こうの方がすごい元気で、あそうですか、そうなんかもうお祭りみたいなのやってたんですけども、盛り上げようぜみたいな感じで、そうもう逆になんか僕が仙台の方から元気をもらうみたいな。あなるほどね、うん、そういうのは分かるね、はい、ちょっとこう普段こう生活圏内から離れていくとね、はい、ちょっと逆にこう元気もらったりするよね、はい、そう心細いがゆえにね、ちょっとこっちがね、はいはい、そういうのありますよね。なんか、うん、あと街綺麗でしたよ、すごく仙台。あ本当ですか。なんかすごいなんか並木道とかもすごい綺麗で、うん、いいなと思いましたね。行ってみたいね、うん、はい、そのずんだのチョコレートで我慢してください、はい、うん、嬉しいです。そう、まあ、そんなこんながありましたけども、はい、ひでっちゅんはあれかな、ワンマンの準備はどんな感じですか。いやもうネタ以外が順調で順調で、ネタ以外が順調、はい、もうチケットも結構、まあ、40席満席なんですけども、はい、もう半分以上は、はい、1ヶ月半前なんですけども、うんうん、もう買っていただいて、オンラインの方もありがたいことに結構着々と買っていただいて、うん、でもうなんか T シャツの販売なんかも始めちゃったりして、それ大きいサイズしかないでしょ。でもいやもうちゃんとサイズが選べます。選べんの。選べます。ヒデチェンサイズだけじゃなくて、ヒデチェンサイズじゃないの。ヒデチェンサイズだったらそう女性の方とか大変なことになっちゃうんですけど、ダボダボじゃないですか。あすっごい今ツバ飛んできたよ。ごめんなさい。いやピヨーンってすぎ、あんまり言わないですごい飛んできた。スルーしていいとかじゃないですか。すっごい飛んできたからさ、ごめんなさいね本当に。そんなに向きになって喋らなくても大丈夫だよ。わかりましたちゃんとマイクがあるから。あそうでも順調でよかった。なんかあの、動画なんかもやってるんですか。最近ちょっと自分見れてないですけど。あ TikTok とかの方ですか。そうまあそのお相手のね、その女性の方とのそのお仕事の言い方ね、あの一緒にやってるグラビアアイドルの一緒にお仕事をしているグラビアアイドルの方とのね。確かに言い方が悪かった。今すごく言い方が悪かった。なんか交際相手みたいな。ファンから苦情が来ますね。そうそう、お仕事の兼ね合いとかもあるんで、ね、向こうも今なんか舞台、主演舞台とかもやってらっしゃ、そうですか、やってらっしゃったりして忙しいんで、ちょっとストップしてる状態ではあるんですけれども、そうかまたそうですね、また来月あたりから再開できるんじゃないかなと。なんかあれ面白いね、なんかね、あの相手方の女性の方も、強調しなくて大丈夫です。相手方の女性って言わなくていいですね。なんかこう結構すくなんていうか、乗りツッコミとかですか。そうそう、なんかそういう感じがすごく切れ味が良くて、なんか見てても面白いなと思ってますけど、そう結構もうスパーッと突っ込んでいただけて、ねはい、そうすごい面白いなと思ってます。いなちゃんはどう、なんか、ステージやったんじゃないですか。やってない。やったけどちょっと時間経った。あれいつだったんだっけ。あれ多分1ヶ月前じゃないかな。1ヶ月前多分電車の帰り。やりましたどうだった。そうなんかね結構ね、はい、あのゆなちゃんは、はい、ほら、うちの、パフォーマー担当じゃん。そうですね、はい、こうダンサーみたいなもんじゃん、うちのね。うちのダンス担当はゆなじゃん。はい、はい、そうです。そうそれが本番は割とできたんですよ。本番は割とできたって。はい、じゃあなんかリハーサルで、はい、その演出家だっけ、うん、演出家の人に、はい、あの要注意人物だってマークス。リハの前の稽古で。あリハの前の稽古ではゆなっていう子はちょっと要注意人物だと、はい、そう言われちゃったんですね。と、まあ、という単語は使ってないけど、うんまあ、そんな感じのような指導したされてて。あそう大丈夫だったんだ。でもあそうなんです。もう本番の映像見たら、うん、あ普通に踊れる子はなくて。普通に踊れる子。ステージ立つ子がだよ。普通に踊れる子はなくて。間違えた。今のは違うけど面白いよね。なんともどこにも違和感ないくらいでした。なるほどね。違和感がないって大事だからね。ね。
そういう、なんか、脇ダンサーだから、まあ、違和感。あ、そうかそうか、メインではなかったわけね。そうか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 、確かにね、なんかインスタグラムになんかダンス練習の動画とか上げてらっしゃいましたけど、あれ面白いよね、笑えるよね。本当に面白い、本当に面白いですよね、あれね。あれは、あれは笑わそうと思って。え、違うんだ。え、なんか、わかんない、どっちだ。あれ、そういうのもあります。笑わそうっていうか、自分でなんだこれと思ってあげてる。自分でもなんだこれと思うけど、そのやってる本人は、動画の本人は最中は本当に必死に、ね、すごい真剣だよね。じゃないと困りますよ。そうだって、目いっちゃってるんだって。そう、あれが本当なんとも言えないこう幸せな気分になるんでね、ちょっとぜひちょっと皆さんもね、はい、竹宮ゆなかな、はい、竹宮ゆなでちょっとね、はい、インスタグラム検索していただければね、またちょっとこう憩いの時間になるんじゃないかなと、面白動画が見れますので、なんかちょっとそんな気がします。四方野さん、チャット先ほどありがとうございます。いやいやいや、イデンチェンちゃんさんのファンの方がじゃないの、とか、あ、いや、今目そらしました。目そらしたかな。いや、今表を女性の方目そらしました。うん、誰も僕と目合わせないですね。なるほどね。いや、この前谷尾くんさんが、健一さんの台湾の時に、そう、谷尾くん来ていただいて、谷尾くんさん、まあ、ね、蝶ネクタイの紐が切れちゃったんですか。あ、そう、ちょっとプロとして失格ですね、それはね。厳しいな。本番中に蝶ネクタイの紐が切れるなんてあってはならないことですよ。持ってのほかか、持ってのほかですよ。本当に大丈夫、聞いてるかな、パンパンだけど。さて、ちょっとこう時間も整ってまいりましたが、はい、さあ行ってみましょうか。行きましょうか。じゃあひねちゃん、よろしく。はい、今週も行きましょう。ひでちゃんの新ネタお披露目コーナー。このコーナーはですね、はい、私ひでちゃんジザワールドが、はい、未だどのライブでもどのメディアでも出したことのない新ネタを、ここで初披露して、お二方に、50点ずつの持ち点で採点をしていただくというコーナーでございます。忘れてました。そうでした、そうでした。はい、そしてね、チャットで、YouTube ご覧の皆さんも、もし自分の持ち点が50点だったら何点かなっていうのをね、ぜひ採点していただいても、はい、はい、よろしくお願いします。了解しました。では整いましたかね。はい、では早速行ってまいりましょう。ひでちゃんです、よろしくお願いします。コント告白。ごめんね、りなちゃん、急に体育館裏なんかに呼び出して。実は、りなちゃんにどうしても伝えたいことがあるんだ。僕、実は、りなちゃんのことが好きなんだ。急にごめん。でも、どうこうなりたいとかじゃなくて、ただ気持ちを伝えたかっただけだから。それだけ。ごめん。じゃ、え？私も、ひでくんのことが好き？そんな、本当に？これは夢かな？え？だから、私と付き合ってください？ごめん。僕、りなちゃんとどうこうなりたいわけじゃなくて、ただ気持ちを伝えたかっただけだから、付き合うとかは無理かな。ん？言ってる意味がわからない？ん？僕は、りなちゃんとどうこうなりたいわけじゃないの。ん？一旦話を整理しようか？僕はりなちゃんのことが好きです。で、りなちゃんとどうこうなりたいわけではありません。で、りなちゃんは僕のことが好きなんだよね。で、僕と付き合いたいんだよね。でも僕はりなちゃんとどうこうなりたいわけじゃないから、それは絶対に無理ですっていうお断りをしてるの。え？意味がわからない？いや、じゃあ、りなちゃん、聞くけどもさ、なんで、なの？その、僕は、じゃあ、ちょっと待ってくださいね。はい、終了。飛ばしたー。さあ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 、どうでしたか。まずやってみた感想は。いやいやいや、手応えないですよ。まあそうですよね、それはそうですよ。はい、じゃあ、今日は、僕から、はい、僕からちょっと言ってみたい。前回僕25点でした、はい、確か、はい、今回20点で20点、まあ、最後までいかなかったからね。そう、はい、まあまあ、そう、しょうがないですね、うん、さあ、うん、さてさて、はい、ゆなちゃん、問題のゆなちゃんは、私、はい、5点ぐらい、5点
あ、そんなことが。おわ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 、ありがとうございます、小石さん。2人合わせて100点満点中25点。いやだから前回カンペのことを言われたから今回覚えようと必死で頑張ったのに。そこなら。ありがとうございました。また来週、また来月ちょっと期待して待ってますね。また来月をお楽しみということで、ヒデチェンの月一一発コーナーでした。ありがとうございました。新ネタコーナーでした。申し訳ございませんでした。さてさて、ここらで一曲またお聴きいただきたいんですが、先ほど流した曲も、サントラでしたが、またサントラ、あのね、12月9日にね、我々のチームじゃないんですけど、その映画の監督、お呼びしまして、はい、で僕も一緒に逆ランチーム出てくるんで、はい、ちょっとそれの宣伝も兼ねてちょっと今、曲をちょっと2曲かけ出していただきますけども、はい、ひでちゃんなんかちょっとそうですね、これからゲストさんがいらっしゃるんだから、ゲストさんどこ行ったん、ゆいちゃん飛ばしちゃった。もう点数を出すまでもないですね。ちなみにさ、ちょっとちなみにさ、はい、オチ何だったの。あ、そうそう、オチ僕それ気になったの、何なんだこいつと思ったのずっと、はい、オチは結局ひでくんのことは嫌いだから疎遠になりたいって言われて、いや疎遠になりたいのもどうこうなることだから無理。なるほど、それで一曲お聴きください、柳田圭司で探偵たち。
はい、映画、帰らざる君へのサウンドトラックの中から、柳田健一で、探偵たちをお聞きいただきました。さてさて、ここからはゲストさんを紹介したいと思います。スーパーファンタジーの皆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、今日は男率が高いんですが、まあいい匂いしますよ。ありがとうございます。不思議ですよね、もうヒデチェンのね、男臭い匂い全部きれいに感じる。まだ隣にいるんだから匂ってるはずだぞ。ちょっとね、ちょっとしますけどもね。短い時間ですが、よろしくお願いします。じゃあ、ひなちゃん、よろしくお願いします。はい、スーパーファンタジー、おとぎ話の世界に飛び込んでハッピーエンドを迎えに行く全く新しいエンターテインメントプロジェクト。2017年2月にデビューし、毎週赤坂の専用劇場にて定期ライブを行う。2018年にはオリコンインディーズ年間ランキングで20位にランクインされるなど活躍中の6人グループです。本日はハクさん、ユットさん、ヤマトさんの3人にお越しいただいております。はい、よろしくお願いします。じゃあ改めてね、ご本人たちから、紹介を、わかりました、はい、したいと思います、はい、おとぎ話の世界へ飛び込んで皆さんと一緒にハッピーエンドを迎えに行くグループ、 We are スーパーファンタジー、よろしくお願いします。ようこそ現実世界へ。お邪魔します。ちょっとね、降りてきましたよ。よろしくお願いします。すみません、ちょっと自分は、打ち合わせがちょこっとね、はい、最初は挨拶でバタバタしてしまって、はい、お名前すみません、ちょっと今ここで分かりました。確認させていただいてよろしいですか。メインボーカルのハクです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、パフォーマーのヤマトです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、パフォーマーのユウトです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。改めまして、柳田健一です。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと早速ね、はい、ちょっと今多分この1ヶ月はこうプロモーションですごくお忙しいと聞きましたけど、はい、早速1曲じゃあ、聞かせていただいてよろしいですか。わかりました。僕たち10月の25日に発売しました自信作です。聞いてください。チェンジ。
おチェンジを聞きいただきました。ありがとうございます。いいですね、爽快感。なんかあの打ち合わせの時にもおっしゃってくださいましたが、はい、あのこうステージがちょっとこう普通のライブとか、はい、バンドとかとはまたちょっと違うと。そうなんです、はい、聞きましたけども、具体的にはどういう感じなんですかね。わかりやすく言うと、はい、ミュージカルを見てるようなライブになります。なるほどなるほど。ダンスと歌はもちろん、はい、演技だったり、うん、映像ナレーションだったりいろんなエンタメを駆使してライブパフォーマンスを届けてます。じゃあこの曲なんかも起承転結なんか いろいろ吸ったもんながあっての吸ったもんだのもう吸ったもんだ。申し訳ない。吸ったもんだって言うとなんかファンタジーに吸ったもんだはないな。初めて聞いた。吸ったもんだのだの部分ですね。もう連結のケツの部分です。うまいな、ありがとうございます。吸ったもんを見れるわけですね。ライブに行くと他にも吸ったもんを見れます。ありますよちゃんと。そうか、だからもっとこう曲調なんかもまた違うんですよね。その場面その場面で全然違いますね。でもこれはだだから、ケツの部分ですもんね。ケツもだのだです。今、はい、聞いていただいてるのが、はい、ハッピーですよね。ハッピーなんです。そう、常に僕たちハッピーエンド迎えに行くんで花吹雪待ってますけどこれ。その通りですもん。ですよね、面白い。何の物語をモチーフにされた曲だったんですか、うん、今回はラプンツェルの物語をテーマに、僕たちなりにちょっと本家のラプンツェルとは違うんですけど、はい、僕たちの解釈だったりとか表現方法でラプンツェルを表現してます。はい、でもユキノさん結構なんかラプンツェルの歌とか歌ったり。あ、はい、ディズニー好きで、もしかしてディズニーカバー。そうなんですか。僕たちも専用劇場ではディズニーの楽曲をカバーしたり、うん、ダンスパフォーマンスしたりしてるんですよ。見ました。見てくれたんですか。あ、見ました。あの劇場っていうか YouTube で。あ、 YouTube で、はい、YouTube 載ってますもんね。ありがとうございます。嬉しい。振ったばっかりにそっちで話が盛り上がってしまった。あ、そうそうそう、いいじゃないですか。チェンジいたんですね。チェンジいたんですね。ユウトさんがね、結構軽快にこうくる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 回るんですよ。落ち着きないだけなんですよ、ごめんなさい。本当にすいません。面白いな。あ、お便り、はい、では嬉しい2名、はい、はい、お便りありがとうございます。デリクルキャット様から、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。大好きなスーパーファンタジーをゲストに迎えてくださりありがとうございます。 SF の曲は人間誰しもが心の内に持っている良い部分と悪しき部分を表現し、その全てを受け入れることで浄化されて夢や希望、不屈の心を感じさせる壮大な全体曲につながっていると思っていて、ファンタジーであり人間味のある曲が心に寄り添い支えてもらっています。いつも本当にありがとう。皆さんが SF の世界観を表現するのに大切にしていること、譲れないこだわりなどがあったら教えていただけますか。よろしくお願いします。いや、素敵なメッセージ、ありがとうございます。ありがとうございます。そうだな、僕の譲れないこだわりでいい。チェンジ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 。違う、違います、違います。あ、一応じゃあヒデの、ね、こだわりも聞いときたいですね。あ、一応ね、はい、絶対にネタを飛ばさないことです。あ、大事ですね。さっき、ね、思いっきり飛ばした。あ、どうか。早速僕たちもしっかりありまして、はいはい、僕たちはライブで雨が降ろうが、うん、雪が降ろうが、うん、どんな状況でも必ずハッピーエンドを迎えに行くという、はい、なるほど、大事ですね。なるほど。どんな状況でも見てくださる人を幸せにするというのを、はい、もう、そうなんです。エンターテイメントライブ中に雨が降ってしまったら、うん、晴れにすることができ、まあそれぐらいはもうたやすいご用ですね。本当ですか。ファンタジーファンタジーだな。そう、でもなんか屋外でライブやってる時、はい、さっきまで雨だったのに、はい、僕らがライブした時だけ雨止んだとかは何度かあるよね。ファンタジーだな、ね、これは、はい、ファンタジーだな。逆もありましたけどね。逆ってことはステージ上に行って動線上でちょっと雨が降り出しちゃって、うん、中止中止。ファンタジーだな。一番最近の話だ。それもファンタジーでいいのか。それもいいのか、ファンタジーで。そうなんです。あ、そうですか。はい、なんかあのこの後もなんかそのステージがなんかある。そうなんですよ。まあ、またちょっと告知はまた後でちょっと、はい、はい、としてもなんか今日とかもその、上の方、上野でしたっけ、はい、上野の方でやられるとおっしゃってましたけども、やっぱりそういうこう20分なり30分なりでこう一つのこうストーリーを展開する感じなんです今日も。はい、そうです。僕たち本当に毎回毎回いろんな場所でライブさせていただくんですけども普通のアーティストさんだったらその場所ごとにこの曲を
セットリストとか組んで変えてたりするじゃないですか。でも僕たちはもう決まって3曲のセットで物語展開してるんですよ。順番変えれない、変えれないんですよ。先にハッピーエンド迎えちゃって、うん、最後ちょっと悪い部分見せちゃうとそう、ね、そうですよね、ハッピーなれないからね、なれないんですよ、モヤモヤで終わっちゃうからね。そう確かにね、気分によって変えるわけにはいかない。そうなんです。そこはもともとある物語を尊重しつつ、はい、まあなんか自分たちの色も織り交ぜつつみたいな、はい、いいこと言う日で、ひでちゃん、いい仕事、今日一番いい仕事したん、本当かな。もう一つ来てますよね。はい、待って、今度はひまわり様から。こんにちは、はじめまして。今日は大好きなスーパーファンタジーが出演すると聞いてメッセージを送らせていただきました。これまでたくさんスーパーファンタジーをスタジオに呼んでいただけて本当に嬉しいです。ありがとうございます。今日出演するメンバーだとどんなラジオになるのか楽しみにしております。わら、よろしくお願いします。ハク、ユトピー、ヤマテへ。11月も気づいたら折り返し。今年ってあと何日なの？わかる人？私は全然わかりません。本当に毎日があっという間に過ぎちゃって、大好きなスーパーファンタジーと過ごす時間も足りないし困っちゃう。わら、もっといっぱいあっても足りないくらい、私の世界にスーパーファンタジーの存在は大きくて大切で必要なの。今日も頑張る頑張るのはみんなのおかげ、本当にありがとう。みんなは今年何かやり残したことはある？みたいな質問結構この時期多いけど、逆にこれできた、胸張ってこれは俺できちゃったなぁなお話ある？わら、わら、私は大好きな友達と大好きなみんなにいっぱい会えたし、いつどんな時もみんなと笑い合えた。楽しかった思い出がいっぱい更新されたの。今年も残り44日。いや、わかるんかい。まだまだ楽しみいっぱいあるね。誰も怪我なく無事に過ごせますように。いつもありがとう。いっぱい大好き。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。たくさんメッセージいただいて。ありがとうございます。熱烈な。質問がね、質問ございましたね。今年何かもう胸を張ってこれをやったぞっていう、なんか、はい、上げ方の癖よ、癖すごっ、めっちゃ曲がってます、はい、すごいな、なんか鶴みたいな。今までのスーパーファンタジーの歴代の作品って、うん、ちょっとね、まあいろいろあるんですけども、うん、メインボーカルが2人いたんです。あ、そうですか。はい、なんですけど、今回の作品からメインボーカルが1人になって、うん、はい、このリリース期間1ヶ月間で約24回か5日ぐらいライブして、うん、はい、歌い切ったっていうのが僕の達成感ですね。それ結構大変なことですよ。 ありがとうございます。アリーナの皆さん、アリーナの皆さん、アリーナの皆さん、サンドアリーナ、そうそうそう、ブースの外でご覧の皆さんをアリーナの皆さんと一緒にしました、ね、確かに。でもこう隣に一人いるのと一人、ま、自分だけでっていうのやっぱ心強さが全然、そうですね、最初はあったんですけども、この作品をしっかり届けれた達成感はありました。やっぱり、うーん、やっぱ喉のケアとかはやっぱり結構気をつけました。やっぱ一人、そうですね、それだけやっぱ負担がちょっと壊しつつもあったんですけど、うん、もうそこはメンバーのみんなが支えてくれたり、なんか自分なりの方法でケアできて、なんか成長できたなっていう感じですね。これは本当結構壁越えた感じしますね、はい、確かに。パフォーマーのお二人、ヤマトさん、はい、ヤマトさん、今年やりこれやったぞっていうのがなんか今パッと思い浮かばないんですけど、新メンバーなんですもんね。そうです、10月から新メンバーがやってきて、でも今年はとりあえず自分音楽活動今年スタートしたので、音楽をいっぱいの人に届けたいなっていう目標はあったので、うん、でもまずそこにこう、今まである中に入り込んでのまずそのステージプロモーションをやるっていうのは、それもまたかなりの新しいスタートですよね。そうですね、かなりの壁ですよね。今年はなんかすごいいっぱい活動させていただいたなっていう、ね、ああそうか、だからまだちょっとこう目まぐるしくて消化できない部分があるということか。そうですね、ああ今もついてくぞみたいな感じですね。なるほどね、ういういしい感じですね。確かに、ゆうとさんは、はい、よかった、聞いてくれてよかった。ゆうとさんはね、それは聞きますよ。ゆうとさんはね、何ですか、ゆなちゃんがお便りを読んでる時からね、もう身を乗り出してね、なんか尻尾はないんですよ、尻尾なんです、尻尾振ってるのが見えるぐらいのすごいこう気持ちが入ってる。わかります、やっぱり尻尾が、ね、分かっちゃいました、ね、ファンタジーだなと思ったんですよ。でもそう、こうパッ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 って振ってたんで、そうなんです、はい、そんなゆうとさんは文章の笑が気になりすぎてあんま文章入ってこなかったんですけども、でもすごい温かい文章だったんで、やりきったことですよね。そうそうそう、やりきったことですよね。それをお聞きしております。いいんですよ、このピンク保つの大変なんですね。大変ね、髪色か、そうか、そう、それ地毛
ですよね、ファンタジーならね。そう、僕ちょっと違うと思った。ちょっとおかしな話になってきましたね。そうそうそう、ヒデ、出番だ。ヒデ、助けてヒデ。いやでもね、この髪、あのてっぺんが黒いのもファンタジーです。言ってる言ってる、プリン言ってる。これお花で、ここが、はい、あちょうどあのおしべめしべにあたるの、ちょっとこう。あなるほどね。そう、くね、蜜がいっぱい溜まって。誰か助けてあげて、誰か助けてあげて。こだわってますね。そうかさ、それ、はい、ピンクを保つのが大変だった。やっぱり大変でした、まあ、そうかそうかそうか、はい、うん、やっぱファンタジーも保つのにはね。でも、今日、来られてる3名以外にももう3名いらっしゃるんですもんね、はいはい、で、新たに3名が加わったとお聞きしましたけども、はい、あ、うん、ヤマトと、うん、あと今日はいないんですけどルカとリョウガというメンバーが。あー、はい、そうですか。へー、ってことは、皆さんも残りのメンバーも、ダンサーパフォーマーということをですよね、そうですね、はい、どうでした、3名から、新たに3名加わるという時にやっぱなんかこう逆に気使うんじゃないですか、こう迎える方が。あ、聞いたことなかったかもしれないですね。あ、そうですね、めちゃめちゃ気使いましたね。使いますよ、ね、いやいやいや、気使いそうですよ、そのハクさんは。いやでもやっぱり僕たち3人になった時期で、はいはい、どうしてもあのなんだろう、表現したいことがやっぱり3人じゃ難しかった時に、そうか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 、3人が入ってきてくれたので、うん、ヒーローみたいな気持ちになりました、うんうん、ヒーローが来たような。そうかそうかそうか、うん、やったーと、はい、やっとできるぞっていう、もうそうですね。でこれが建前なんですけども、建前本音を言う、はい、本音を今から言います。はい、はい、本音を言うと、はい、まあなんかね、こう今までこう6年7年やってきた、うん、この歴史を一緒に、うん、こう背負って行ってくれるのかちょっと心配もありつつ、うん、まあもちろん時間がそれは解決することですけど、そうですね、はい、でもこの1ヶ月間で本当にスーパーファンタジーの愛は感じたので。そうですか、安心しました。絆がね、はい、壁越えて絆がやっぱ深まってた。そうか、やっぱそうですよね。あの僕らはあのソロなんでね、ちょっとこうメンバーチェンジとか、うん、なんかそういうのがちょっとわからないですけど、まあ、確かになんかこう独特のこう絆が多分あるでしょうね、うんうん、ありがとうございます。もうそろそろ時間もあれなんですけども、はい、今後の予定なんか、はい、はい、今日上野温州公園である角打ちフェスっていうお酒と音楽が楽しめるフェスに参加させていただきます、はい、時間が17時半からになってるので、あ、そうか、よかった、ぜひお酒と一緒に音楽も楽しみに遊びに来てください。よろしくお願いします、はい、お願いします。それ以外では、そうですね、来年の2024年の2月の27日に僕たち初のこの新体制になって初めてのワンマンライブを開催します。おめでとうございます。これはすごい、これはすごい。そっかそっか、場所は白金高輪という場所で、はい、ぴったりですね。あ、本当ですか。いやちょっとどっちかといえば、そこら辺ですか。僕の菅もらいですね。あの赤いパンツ屋さんとかお似合いですかね。菅も今すごい人気だなって思いますね。おばあちゃんの原宿じゃなくなってるから、若者にすごい人気だよね。そうですよね、今すごいってさ、面白い。じゃあ頑張って。あの赤色になってくるかもしれないからね。そうか、まだまだこうあのイベント多分とかもこうどんどん続いていくと思いますけども、まだまだあります。あのホームページを ご覧になれば一番皆さんはやっぱ分かるんですかね。全部載ってるので。そうかそうか、はい、ありがとうございました。短い時間でしたがありがとうございました。ありがとうございました。本日のゲストはスーパーファンタジーのハクさん、ヤマトさん、ゆうとさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。さてさて、我々の方から告知、ひでちゃんどうぞ。はい、私もう12月26日に、単独ライブを開催させていただきます。池袋ムーブメントスタジオというところで19時半からやっておりますので、詳しくはヒデチェンジザワールドの X インスタグラムチェックしていただけると幸いです。よろしくお願いします。はい、よろしく。